7月12日月曜日、美杉町谷地にある津市立美杉中学校で国体の出前授業が行われました。三重とこわか国体、三重とこわか大会津市実行委員会は、市内の小学校、中学校の子どもたちが国体の出場選手や関係者と触れ合うことで、スポーツの楽しさや国体の開催をより身近に感じてもらおうと出前授業を行っています。授業には美杉中学校の全学年の生徒33人が参加しました。講師を務めたのは三重県バレーボール連盟の西田誠さんと、ビアティン三重バレーボール所属の深草恵里奈選手と長島ゆめ選手です。こんにちは。授業では体育館のバレーボールコートを使ってアンダーハンドパスやオーバーハンドパスの紹介、講師の2人によるアタックのデモンストレーションが行われました。またレシーブ体験も行われ、子どもたちは思っていた以上に速いボールに驚きながらも、しっかりレシーブしようとボールに向かっていました。授業の最後には講師の3人がバレーボールに取り組む中での成功や挫折、学生時代の生活や思い出など、それぞれの実体験を話しました。高校でバレーをするときに、こうすごく強く思ってたのが、バレー部だからとか部活をしてて時間がないから勉強ができませんっていうのは絶対に言いたくなくて、そうやって見られるのも嫌だったんで、3年間のクラスの係、何て言うんだろう、学級委員室長とかかな、学級委員とかをしながら、勉強だけは今日のかな、一応目標を立てながら練習と勉強とずっとやってました。出前授業は市内で開催されるバスケットボール、セーリング、ライフル射撃といった競技の選手や関係者を招いて、今後も開かれる予定です。プロの選手のスパイクをレシーブすることができて、貴重な体験ができたと思います。生のバレーの選手を見ることなんて滅多にないので、今日の授業はいい体験になりました。とても楽しかったし、プロの人たちの姿を見てとてもかっこいいと思いました。